あ、僕はアレンジャーという立場で最初から入ってますんで、皆さんがお集まりに、ミュージシャンの本当にトップオブトップのミュージシャンに支えられて、編曲いつも頑張ってますけど、皆さんが集まる前のその編曲の段階でジャズアレンジをするわけですけど、このゲストのシンガーの方たちに、いい意味で驚きがあってね、それで、決して歌いにくくないようなギリギリのそのせめぎ合いのところで作るのがある意味スリリングであり、いつもそこが大変なところであるんですけど、私たちはジャズメンだけれども、ボーカルの方は他のジャンルだったりするわけですよね。ジャンルで分ければね、ポップスとか演歌とか、でもそのジャンルを超えてジャズのアレンジ、クリアさんの素晴らしいアレンジというものが一つのこう大きく包んでね、音楽というものにまとめ上げて、でジャズだからこそやっぱりできることなんだなっていつも感じています。絶妙なコードの美味しさがあったりとか、イエーとかいうところもあったりとか、あとはここはソロだよって言ってジャズの醍醐味である即興演奏をね、こうその曲ごとに何人かと、これが多分私たちも初めて、その原曲はポップスだけどジャズるってことも初めてだし、ボーカリストもちょっと怖いけどでもいつもと違う、なんかすごい自分も違う歌が歌えたっていうね、そのなんかこう毎回の出会いが楽しいんじゃないかなと思っています。初めて歌の方と音合わせして、はい、そのリハーサルの時っていうのがね、一番、楽しいというか、はいはい、推し量りながら、気持ちよく歌ってくれてるかなとかね、ちょっと奇抜なリズムだけど大丈夫かなとかねでそのドラマーの立ち位置から心配しながら、でもその読み量って、でも次はもう本番じゃないですかみたいなね、でそこでそのカウントを出すところから、ドラマは勝負が始まりますけど、それがねとても最高な緊張感なんですよね。一つ言えることは、そのベーシストとしてそのやっぱタイトルでジャズになって目打ってるだけに、どうすればジャズのフレーバーをそこにこう織り込めるか、だから皆さんが持ってくる楽曲に対してもちろんクリアさんのアレンジでね、コードをいじられたりいろんなアイデアが入ってくるんですけど、やっぱしジャズってリズムだと思うんですよね。だからその例えば演歌の曲をジャズ風にやるときに、どうすればこのバンド風のフレーバーをスパイスっていうんですかね、ポンとこう乗せれるかっていうのは、ちょっとしたベースラインの選択であったり、もちろんドラマね、ノリタケ君のドラミングも大事なんですけど、やっぱここで作る、ノリタケ君と僕で作るそのジャジーなフレーバーというのがまずないと、結局はそのカバーになっちゃう。でカバーには絶対したくないので、
演奏ですか、はい、あいいですよいいですよっつって即興で、はい、即興で、こういう世の中ですし、前向きになるような曲を元気の出るね元気の出る、うん、上を向いて歩こうとか、はい、いいですねいいですか、うん、そんなんで即興でソロも少しずつ回していきながら、はい、多分やるたびに毎回違うでしょうけれども、はい、それぞれのソロを少しずつ織り交ぜてじゃあ上を向いて歩こう演奏しますか。そうですね、はいはい、お願いします。